あなたに会いたくて、ミスインすごくウレた曲で,、ね、ですよね。はい、うん、あなたに会いたくてのところが、はい、I'm missing you。<we> はい、ダイコレイングリッシュ。今回は聖子ちゃんの話をしていて、はい、松田聖子さんは英語でもね、結構あの曲を歌っていたり。 あの日本語の歌詞の間に入ってくるものもあるし、はいうん、全部英語で歌っていたり、はい、彼女の名曲の中にも英語バージョンがいくつかあるんですね。シーートメモリーズとか、うん、でレイさんの、ね、好きな曲ってさっきね、はいあのー、教えてもらった「ハートのリイヤリング」って言ってましたけどね、はい、実は僕が好きな聖子ちゃんの曲「はい、あなたに会いたくて、はい、ミスイン」っていう曲ですね。うんは これすごいね僕、まあ、洋楽とかでもバラード好きなんだけど、はい、あの彼女の声にも合ってるし、うん、あのバラード的な、ね、その曲楽曲としても素晴らしいなと思って、うんまあ、よく聴いたりねしてるんですけどもこの曲英語バージョンがあるんですね。タイトルに、ね「うん、Missing You」ってあるように日本語バージョン全部日本語なんだけど。うん 英語のバージョンがあって、<coughs> ちょっとそれをねたどっていきたいと思います。はい、あの英語のね歌詞と日本語の歌詞今二人で見てるんですけども、はい、この見た目的にも量が全然変わってくるよね。あね。うん。最初の二人の部屋のっていうのは英語にすると何になりますか、レイさん。二人の部屋。つまり、two rooms。 ってなるんだけど、もう two rooms とか二音で終わっちゃうのね。<laughs> メロディーの。<laughs> でも日本語と日本語は二人の部屋のって言うから、やっぱり言葉が全然違うので<ー>、全く同じ役だけじゃなくて、全然雰囲気変えてるんですね、うん。二人の部屋の扉を閉めてってところは、はい、close the door to memories。まずドアを閉めて、うん、その 閉めたドアというのはそのき、えー、思い出を断ち切るみたいなそんな意味でドアを閉めて「うんはい、To the room that used to be、えー」私たちがいた部屋のドアなんだよって言ってるような歌詞になります。うん、で思い出たち,たちにさよなら告げた。 のところは see <coughs> 私たち、えー、あなたと私私たちが、はいえー、目に見えるもの持ってるものそういうものに「さよならを告げる」っていう、ね、日本語の歌詞のところ、はい、ちょっとね「フェアウェ l って言葉で、はい、あの英語では表現してます。 フェアウェルパーティーって聞いたことない、はい、お別れ。そういう結果でしたね。グッバイとかじゃなくてね、うん、フェアウェルって言葉でね、表してます。うん、そして、あれから半年のってとこですよね。はい、あ,れはあれから半年の時が流れて、やっと笑えるのよ。<laughs> ここは、took me half a year to smile again。ハーフイヤーは半年ってことそう、これ結構そのまま言ってますね。ねうん 半年かかったは、うん、スマイルアゲインまた笑うのに、うんうん、Just for me to smile again これ歌詞繰り返してますああ余っちゃうから、うん、私がまた笑顔になれるのに半年かかったねって毎日忙しく暮らし,、えー、しているわ、うん、って歌詞のとこですね、はいえー、そこの部分は don't know just how or why but then どのようになぜかわからないけど、うん、みたいなフレーズになって、うんえー、keeping myself preoccupied この辺ちょっと難しい単語出てくるんだけど、うん、preoccupied っていうのは、うん、何か自分自身をこう忙しくさせる、うん、なんかあなたのことばかり考えちゃうから preoccupied えっと 何か他のことで埋め合わせをして忘れようとしてる、うんはい、そんな意味合いが載ってますねお<ー>、oh, baby how I tried そしてそ私はすごくトライをそ,そうやって忘れようとしたわみたいな感じ新しい人生よとかのところは got to start again got to live again ちょっと英語らしくやっぱ書いてて、うんうん、また始められるようにまた生きていけるように そんな歌詞が英語の方ですね、はい、私なりに歩いてるが got to do it all over on my own 私が一人でまた始めていけるようにみたいな、はい、歌詞になっていますでね、うんうん、サビのところかっこいいの、はい えー「あなたに会いたくて」のところが「はい、I'm Missing You More and More with Me」ってなってるんですね「うん、Missing You」ってやっぱりあのタイトルに載ってる言葉が載ってきます、はい、ここちょっと行ってみるレイさん「I'm Missing You」<laughs> <laughs> そうこれで思うんだけど、はい これ日本語を英語にしたら、うん、あの言葉が余っちゃうわけじゃないですか。うん、そう逆の場合は入るんね逆は今度減らさなきゃいけないの。ねうん、英語で「ふっ」って言ってんのが日本語で「にゃ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 って言ったら入らないのねそう。でも、うん、大輔の「恋あげん」もしくは「お月見お月様」うんはい、日本語もバージョンも英語バージョンもあるんですけど。 実は絶妙なや、うん、英訳をしているんです、ねうん、意味は損なわずに言葉をちょっと変えて入るようにさらに英語らしい響きと英語らしいニュアンスがそこに伴いながら英語に変,変身をしている、うん、か,かけ離れちゃうよりもあ,あなんか日本語で言ってたし言葉にちょっと似てるっていう発,声の発音ノートを。 うん、引っ張っ張てくる、うん、あれじゃないですよなんだっけ、うん、郷ひろみさんの曲で「そうナタリーナタリーが「なぜに」なぜに <laughs>、うん、そういうイメージってことですよ「あっちちあっち」とかもねなんか、うん、<laughs> 面白く語呂でね変えたりするとかいろんな英訳があっていいんですけどねはい。 このサビの部分はね、うんうん、I'm missing you あなたを、ね、恋しく思ってる More and more with time 時間,時間が経つほどに、うん、And y o u never know あなたは知ることはないでしょう How bad I long, I long for youHow bad っていうのは Bad、はい、って悪いって言葉だけど、はい、これはとっても って意味になるんですね、うん、つまり私があなたのことを望んでることがとってもそんな強い気持ちがあるっていうのをあなたは知ることはないでしょう。うん、で「I, I miss your touch and your sweet caress」って言ってて、はい、あなたのタッチあなたのこの触れ,て触れ合いを、ね、恋しく思う。のは こう抱きしめるとか抱擁するって言葉なんですね、はいうん、で、Each and every sleepless night Sleepless night Sleepless night Sleep night. レがレスなので寝られないっていうことですねそう眠れぬ夜っていう言葉を入れてんですね、うん、日本語でそうなってますね<う>眠れぬ夜はい、うん Each あそうですよね。うん、each and every っていうのは、うん、その眠れない夜一晩一晩う一個ずつ数えてるような感じね。あなたをまた感じて、そんな眠れい夜,夜はあなたを感じて、私は横たわり。うん 目を閉じる閉じてみるちゃんと収まって、ね、結構一緒でしたね,ね一緒の部分もありつつ、うん、雰囲気をねまとめつつ素敵な曲になっている聖、うんえー、子ちゃんの「あなたに会いたくて」えー、英語バージョン「Missing、はい、You」これね YouTube とかでも見れるのでね聴けるのでね、はい、ぜひ聴いてみてほしいですレイさんいかがでした ね、あのうんすごくなんかこうなんて感情じゃなくて技術もいりますね。うんこの上手くこう入れ,、うん、入れることにうん、うん、だから翻訳って難しいんですね。うん、難しいですね,ねで。日本語が載ってるメロディーの素敵な感じに。うん やっぱり英語になることによってもっとね世界的にいろんなオーディエンスリスナーがねこう意味を理解して聞いてくれるってとこにもつながるのでね英語バージョンはねまたそういった意味では大事ねいい曲ですよね。